お世話になります。ひとりでございます。ケンタテが発売してからしばらく経ちましたが、今この状況においてマジカル交換をやったらどんなやつが来るのか急に気になりましたので、今朝の9時21分なんですが、夜12時までとにかく一日中マジカル交換だけをね、やっていきたいと思います。題して、一日マジカル交換生活だーということで、まあ、ただご飯と糞尿と風呂だけはやりますので、そこだけはどうかご容赦ください。ということで、早速やっていきましょう。まあ、狙いどころとしては歌方のアリアを覚えたラプラスとか巨大マックスゲンガーとか夢特性サニーゴとかの夢特性系とか図鑑も埋まればラッキーっていう感じですかね。まずはとりあえず1匹やっていきたいと思います。星 A1XX というやつで、こいつはバグで使ったやつですね。一発目いいやつ来いよ、奇跡起こせよ。一発目でいいやつ来たらもうこれはみんなに自慢できるぞ。頼むよ、来てくれよ。はいはいはい、人影、まあっていう感じかな。なんだこれ、微妙すぎるだ。特段ディスれないし褒めることすらできないというね。はいはい、こんな感じでスペイン産の 3V か、3パワーだから一応これ夢特性かな。とりあえず何回も何回もねやっていきたいと思います。それではスタート。全然ダメだな。わ、地味に捕まえてなかったわ。クラブ、クラブとクラブだ。マジかよ、クラブそんな2連チャンクラブなんだけど。いらないな、いらないな、クソだ、いらないな、クソなやつばっか。欲張りず戻ってきた、お前。あ、まだ乗ってなかった。初 EV ですね。お、また乗った。ああ、しかも進化したし。オッケーオッケーオッケー。マジかよ、マジクソいらねえ。マジか、こいつ流行ってんのか、怖い。マジか、お、しかも 5V だ。まあいいんじゃん。あ、ヒバニーだ。 6V じゃん。おい、 6V 怪しいぞこれ。ありがとう。あ、またヤドン。これはありがたい。微妙なやつだな。あ、地味に乗ってなかったわ。マジか、カジッチだ。まあいいんじゃない。あ、サルノリ来た。またドラメシュ。初ギャラ。お、メッソンだ。あー、 EV だ。 EV5V でしたね。あ、危険予知だからこれ夢特性ですね。またこいつだよ。まあ悪くはないんだよ。縫おうか。またいらねえ。お、乗ってなかった、乗ってなかったね。いらねえ、めっちゃいらねえわ。あー、こいつも持ってなかったんだ。また EV だ。あ、でも 4V の夢特性また来ましたね。これはいいね。いらないな。あ、身振りも持ってなかったんだ。マジか。お、メタモン来た。あー、4V か。こいつもいらん。これは嬉しい。お、ちゃんと乗った。ミミック来たぞ。またかよ。あ、こいつ持ってなかったんだ。悪くないんじゃない、乗ってなかったし。これはいいな。お、ラプラス来たぞ。歌方のアリアラプラス来たんじゃねこれ。あ、4V 来ましたね。これありえんじゃね、歌方のアリア来るんじゃね、可能性あるよ。お、来た来た来た、おっしゃー、まず一つ達成しましたね。ちゃんとやるべきこと、フリーズドライも覚えてるし、ちゃんと。いや、これはラッキーだ、ありがとう。だいたい時間的には2時間ちょいぐらいでゲットできましたね。登録されましたね、登録されましたね。はい、ありがとう。この花持ってなかったんすね。あれ、こいつ13レベルっすね。あれ、こんなこの花ってレベル低く進化するんだっけ。ちょっと調べてみよっか。あれ、この花14で進化らしいっす。ですから13レベルって、あれ、微妙にこれバグポケモンじゃね。こいつは嬉しいね。オッケーゲット、オッケー、ありがとう。登録されましたね。また連続でトランセルと交換ですよ。こういうなんか仕組みあんのかな、もしかして。ヌオ同士で交換ですね。まあ、やっぱこういう仕様あんのかな。ポニータだ。ポニータはまあ悪くないでしょ。ピカチュウだ。そうだ、そうだな。お、ありがとう。まあすぐ送っちゃうんですけどね。またモノズ、ありがとう。お、またラプラス来たね。お、5V ですね。あ、しかも巨大マックス、巨大マックスじゃん。マジか、それは嬉しい。さすがに歌方のアリアは覚えてないけど、これはラッキーですね、めちゃめちゃ。ありがとう。持ってなかったが、チラミー 6V が来ましたね。謎に。あ、しかも夢特性のスキルリンク。ラッキーですね。はい、地味に 5V の雪嵐来ましたね。あ、ムラッケっすね、これ夢特性だ。すごいな。またトラメシア、バイウールか。またここ柄で、またトラメシアだよ。ヒバニもういいな、持ってなかったんだ。多いな、本当に持ってなかったんだ。本当に多いわ。
御三家結構来ます、ね、ありがとう。持ってなかったんだ。クソほど多い。 3V でレベル1だからちょっと夢特性の可能性ありますよね。夢特性ですね。砂隠れ OK、 ラッキーですね。ゴロつき、ありがとう。まっすぐ送っちゃうんですけどね。 OK、 クソ多いな。 EV と EV で交換し合う。まただよこいつ。持ってなかったんだ。これはすごいね。まっすぐ送っちゃうんすけどね。 5V ミミッキュなかなかいいんじゃないですか。2連続で 5V ミミッキュ来ましたね。すごいな。ありがとう。あ、進化した。通信シーカーやっぱいいっすよね。持ってなかったか。マジか。まあ送っちゃうんですけどね。うわすげえ。全部まあ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 。これなんつうんだろう。6個まあまあがあるから12まあだ。これ 6V じゃなくて12まあ。すごいな。おお、登録された。まあ関係なく送っちゃうんですけど。こいつ来すぎだろ。炙りボン来ました。まあ送っちゃうんですけどね。お、夢特性の来ましたよ。いやこれはありがたいね。面白いから。まあでももう一回見てるから。うわ 5V じゃん。あ、型破り。夢特性の 5V。いやー、御三家が止まらないな。これは嬉しい。普通に嬉しい。しかも 5V だし。オッケーオッケー。これいいやつ来たんじゃない。全然弱い。メタも来ましたね。いや全然 3V だし。ありがとう。わかまげろげ 5V です。あれ、あ、持ち物赤いと思ってるし。赤いとで私と繋がりたいっていうことかな。そういう意思の表れなんですかね。まあいらないけど。マジかよ。クソだわ。クソだわ。マジかよ。タイレーツ初めて来ましたね。またいらない。マホミルもアホミルぐらい多いな。アホ見てるわ。もう捕まえたかったんだ。マホミルいらない。ラプラスウルボで 4V ですから。これ来てんじゃね。多分フリーズドライ歌ったのありゃ来ましたね。角ドリルジワレということでめっちゃ強いやつなんじゃないでしょうか。またミミッキュ。いらん。いらない。また来ましたね。もう嬉しくないよ。これは嬉しいね。まあでも送るんですけどね。いらない。うざりだよ。なんでこんな多いんだろう。どうでもいい。可愛いからいいです。割とくんな。どうでもいい。いらない。またここ柄で。またここ柄。おーすげー。これはすごいね。 OK。 まあ送っちゃうんですけどね。あ、いいな。これは嬉しい。まあ送っちゃうんですけどね。いらないんだけど。嫌いなポケモンになってる。いらないな。ここ柄 4V ですね。ハトムレ来た。夢特性じゃん。まあ別に持ってるからいいんですけど。おい、ヒバに来すぎだろお前。来すぎだ。ほんといらないな。いらない。まあいいでしょ。いらねえよ。持ってなかった。いらないやつ。またワンパチ。ワンパチ。心の底から別にいらない。登録ありがとう。別にいらない。おお、来た。これはいいでしょう。まあ送っちゃうんですけどね。登録ありがとう。あ、進化するんだ。まあいらないんだけど、まあとりあえずありがとう。まあ送っちゃうんすけどね。あ、ハトムレですね。これ夢特性ですね。ありがとうもんな。いらないっす。5V の EV ですね。なんか 5V の EV ってなんか変な感じですけど、ダジャレっぽくなっちゃうんですけど。また意外とくんな。夢特性じゃね。まあこれは悪くはないかな。あー、またこいつだよ。まただよ。また今回のミミッキュやばいっすね。最高最高鍛えた、最高最高鍛えたになってますね。じゃれつく剣の舞影打ちシャドウクロウということで、育成済みのやつかな。乗りましたね。乗りましたからありがとう。やっぱ防御竜だけは夢特性めっちゃきますね。まただ。意外とくんな。こいつまた来ましたが、地味に 5V ですね。はい、特性スイートベール。あ、来ました来ました。夢特性地味にありがたい。ありがとうですね。嬉しい。ホイルコンまた来ました。序盤で出てきましたけど、6V みたいな感じで6まあまあですね。もっと簡単にすれば12まあ。これやばいでしょ。まただよ。地味に来ますね。ありがとう。
いらない。おい、氷の鱗粉夢特製、まあ持ってますけど、まあ良かったですね。ありがたいね。おっしゃ、オッケー、ありがとう。いらない、初めてですね。いらないっす。残り3時間ですけど、この時間帯でこいつはきついって。地味にこぐい。ヴィラン、まただよ。乗ってなかったんだ。お、ゴブイじゃん。あ、夢特製ですね。いらないな。またミミック。きついね。まあいいですね。ニャース一応 4V です。あ、来ましたね、来ましたね。夢特製来ましたね。EV もいらないな、本当に。と思ったら、6VEV 来ましたね。マジか、6VEV ってめっちゃいい。しかも巨大マックス。これ改造じゃない？でも夢特製ではないか。これちょっと怪しいな。あ、フリーズドライブ、痛かったのアリア来ましたね。これラッキーですね。やたら来ますね。これは嬉しいですね。めっちゃありがたい。いらない。ミブリム 5V 来ましたね。来ましたね、夢特製の 5V。 EV と EV で交換。危険予知。あー、これ夢特製来ましたね。いらないな。また EV だよ。何回来んの。まただよ。サンパワー来た。オッケー、夢特性来ましたね。いらないな。人影ラッシュが止まんねえ。いらない。心の底からいらない。図鑑に乗りましたね。これはいいんじゃね。普通にありがたいっすね。もらい火来た。夢特性、これは地味にありがたいぞ。とりあえず夢特性ゲットしましたね。捕まえてなかった。乗ってなかった。お、また来た。こいつ戻ってきたな。お前乗ってなかったか。オッケー、イシエンジン虚偽主張っつうんだ。時間に乗りましたね。あ、持ってなかった。ハトムネ、また夢特性ですね。片寄り、また夢特性ですね。もう残り10分ぐらいですが、このジグザグマね、ここに来て 6V ならぬ6マーマー来ましたね。いわゆる12マーですね。もうこれ3回目ですよ。ここに来て初めてのポケモン来ましたね。いらないけど登録されました。いらないけど初めてのやつ来ましたね。ここに来てようやくなった12時に。これでラストにしましょう。頼むよ、いいやつ来いよ。ラスト1回頼むよ、来てくれ、来い。あー、いらねー。今までで最もいらねーっていうレベルでいらないやつ来ました。じゃあこれで終了です。ということで1日マジカル交換生活、これで終了でございます。結果としてはこの2ボックス分ぐらいのポケモンしかね集まんなかったですね。 5V とか夢特性のやつですね。私これソードなんですけど、シールドでねしか出ないやつみたいのもここに含まれてます。おそらく一番レアなのってこの EV の 6V のやつかなと思います。 EV の 6V のこの巨大マックスのやつ、こいつが多分一番珍しいんじゃないかなと思います。で今回一番欲しかったの歌方のアリアのラプラスなんですけど、そいつちゃんと手に入ったのは良かったです。覚えてるやつ何匹か手に入れられましたので、そこはねちゃんとね捕まえられたんで一応やった価値はありましたね。あと珍しいのは 6V のチラーミーと、あとはヒバニーの 6V ですね。これぐらいかな。すごく印象に残ったのは人影と御三家ポケモンがやたらとたくさん来るってことですね。あとは EV とドラメシアがもうめちゃくちゃ多かったです。あとモノズとミミッキュとか、あと夢特性のモグリューとかも結構いましたね。でも基本は雑魚でした、やっぱり。まあ総括をすれば、歌方のアリアのラプラスか御三家を目的にしないならマジカル交換を私はおすすめしません。というのも普通にゲットした方がまあ早いですし、珍しいのはやはりね全然来ません。ということで一言でまとめるなら、マジカル交換は全然マジカルではありませんでした。デロイストじゃない。